メリークリスマスということで、こんにちは、116ウィンズです。保有するルートスポーツノースウェストの収益減少に対する懸念と、それに伴うチームのコストカットなど、驚くほど明るい話題が少なかったコンフのマリナーズでしたが、意外なクリスマスプレゼントが届きました。今日マリナーズはレンジャーズから FA となっていた強打者ミッチ・ガーバーと2年総額2400万ドルの契約に合意したと ESPN のジェフ・パッサン記者などから報道がありましたね。今年のレギュラー野手の半分近くを放出し、自ら打線補強のハードルを上げていたマリナーズでしたが、ようやく打線の穴を埋める動きに出始めたわけですが、なんと今回のガーバー獲得がディポトさんがマリナーズに来てから初めての FA の野手との複数年契約です。数日前にジョン・モロシ記者がシアトルのラジオ局に出演した際に、マリナーズの財政事情的にジャスティン・ターナーやホルヘ・ソレあたりは金額的に高いかもしれない、逆にガーバーくらいだったらちょうどいいかもという話が出ていまして、そこからすぐの契約合意となりましたので、事前報道通りだったとも言えそうですが、いや、やっと補強来てよかったと、正直年内の補強はもうないかもなと個人的に半分くらい諦めていただけに、今日のガーバー獲得の報道には久々にマリナーズ関連のニュースでポジティブな気持ちになれた、そんなニュースとなりました。今回は現在報道されているマリナーズとガーバーの契約を中心にお話していこうかなと思います。ガーバーはポジション的にはキャッチャーということにはなりますが、今季レンジャーズにはジョナハイムがいましたので、 DH の出場がかなり多くなっていた選手。シーズン序盤に膝の怪我で2ヶ月ほど離脱した期間がありましたが、今季87試合に出場してホームラン19本、 WRC プラス138。ガーバーは規定打席には乗っていませんが、今季のマリナーズの主な選手でガーバー以上の WRC プラスを記録した選手はいませんので、今年くらいの活躍をシアトルでも見せてくれるのならかなり頼もしいなと。レンジャーズ時代と同様、マリナーズにもカル・ローリーという絶対的な正捕手がいるため、ガーバーはマリナーズでは基本的に DH 専門、たまにローリーを休ませたい日にキャッチャー入ることもあるかもしれませんが、基本的には DH でしっかり攻撃で貢献してくれることを見込んでの獲得だとは思います。 DH 専門ということになると、2年契約で総額2400万ドル、年平均1200万ドルという契約は正直安くはないと思いますが、今季87試合とはいえあれだけ打ったことも踏まえますと妥当な金額であるのかなとは思います。年平均としては先月放出したスアレスとほぼ変わりませんが、当然ながらスアレスのようにサードは守れないにしても、一方でスアレスは引っ張りのパワーが落ち気味でありましたので、より攻撃面のアップサイドを評価してのガーバー獲得でしょうか。当初3年契約を予想する声も結構見かけましたので、2年に抑えただけ全然悪くはないのかなと考えています。で、ガーバー獲得に対するまずは懸念点、リスクから考えていきますと、やっぱり一番気になるのは怪我のリスクですよね。前腕、膝、腰などとにかくいろんなところを怪我してきまして、そのせいでガーバーは2017年にデビューしてからの7年間のキャリアを通してフルシーズンで規定打席に到達した経験がなんとまだありません。来月33歳になるんですけどね。こういった健康面の問題がありますので、キャッチャー守れるとは言っても、もはやフルタイムのキャッチャーとして計算することは難しく、マリナーズ的にも怪我でガーバーの攻撃力を失うわけにもいきませんので、来季以降は基本的に DH でとにかく彼の健康を守りながら、そのあたりはうまくケアしていく必要があるでしょう。あとは意外と三振は少なくはない点、マリナーズの今季オフの課題としてとにかく三振を減らすことにあり、確かに今年のレギュラー陣、特に放出された面々は当たり前のように三振率が 30% を超えていましたので、それと比べたら今季のガーバーの三振率は 23.8% とマシですが、とはいえ MLB 平均と比べて少ないわけではありません。いくらか改善はしたかもしれませんが、ガーバー獲得が三振を減らすという課題に対する完全な答えではないと思いますので、この後の打線補強ではまだまだ三振は課題として残り続けることにはなるでしょう。こういったリスクはありながらも、ただガーバーという選手自体は今のマリナーズ打線にとっても、もちろん怪我さえしなければという前提にはなってしまいますが、プラスをもたらしてくれる存在であるとは思っています。確かに三振は少なくはないかもしれませんが、その分フォアボールも多く、フォアボール率 12.8% は今季の MLB 上位 10% に相当しますし、ボール球スイング率 17.4% に至っては MLB 上位 2% と、アプローチ自体は非常に優秀な選手です。今季のマリナーズは打線全体としてボールになる変化球への対応、特にスライダー系のボールにかなり苦しんだ印象ですが、ガーバーはスライダー、スイーパーのいずれの球種に対しても今季のランバリューがプラスということで、少なくとも対応は悪くはなく、ここには先ほどお話ししましたアプローチの良さも寄与したことでしょう。マリナーズ打線が今必要としていた姿勢の選手だとは思います。またガーバーの何よりの魅力として、引っ張ってしっかりパワーを発揮できる点もありますよね。打者に極めて不利な環境である本拠地 T モバイルパークで結果を出すために、マリナーズは引っ張りがかなり鍵になると考えている節があって、実際に今季のマリナーズ打線を引っ張った打球の割合がメジャートップと、やはりチームとして何か明確な方針を持っているとしか思えないのですが、今季のガーバーは引っ張った際の WOBA が5割2分2厘とかなりの高水準です。マリナーズでいうとフリオと比べても水準的にはだいぶ上になりますし、今季引っ張り方向の打球が100打席以上あった選手の中では上位 20% くらいの水準にはなります。
ビッグダンパーことローリーほどには引っ張りのパワーはなさそうですが、その分ローリーと比べてガーバーはアプローチがいい選手ですので、今年レンジャーズで見せたようにうまい具合にパワーとアプローチのバランスが取れた成績を残してくれたら本当にベストかなと。シアトルで打者が結果を出すのは本当に並大抵のことではないんですが、ガーバーは MLB 上位 17% に相当するバレル率 12.6% とバレルの打球を打つのもうまい選手ですし、先ほど触れた通り引っ張る力も長けていたりと、長打を打つ素養はしっかり持っている選手ですので、1年間健康を保ちながらそのパワーでマリナーズ打線を牽引する活躍に期待したいものです。そして最後にガーバーを獲得した後のマリナーズの動きについても考えたいと思います。ガーバーの契約年平均1200万ドルの契約が加わったことで、マリナーズの来期の選手総年俸はファングラスの試算によれば約1億2800万ドル程度と推定され、今期の最終的な総年俸がファングラスは1億4000万ドル程度と見積もっていますので、今年と同じくらい使う前提でもあと1200万ドルほど余裕があります。さっきのテレビ収益悪化によりマリナーズが来期のペイロールを大幅に増やすとは考えにくい状況にはありますが、ただ以前ディポトさんは今期からペイロールを幾分増やすつもりであると発言していましたので、 FA であればガーバーと同クラスの年俸の選手をもう一人くらい連れてくる余地はまだありそうです。まあとはいえガーバーがほぼほぼフルタイム DH に近い存在になるでしょうから、 DH 専門の JD マルティネスですとか、 DH 専門とまではいかないかもしれませんが、外野守備や耐久面に課題を抱えるソレアをさらに獲得する展開は以前よりも考えにくく、現実的にはトミーファムなど比較的安めに済む両翼タイプの外野手を一人連れてくるくらいがありそうな動きでしょうかね。もちろんトレード市場で動いてくる可能性もゼロではないですし、マリナーズの今の野手の戦力層からしてガーバーの補強ではいおしまいではさすがに弱すぎますので、もう一人くらいそれなりのインパクトを与える補強は欲しいんですけどね。ひとまずガーバーの獲得によって絶望に満ちた暗黒の冬にわずかながら光が見えたのは良かったと思いますので、この調子でもう少し、本当に贅沢言わないのでもう少しだけ打線強化に向けてしっかりと動いてほしいなと願っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。